ララ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 ラ、こんにちは、ようこです。今日は8月の20日の土曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在午後の5時で気温が23度で、まあ曇っていて、今日は比較的、まあ、快適に過ごせています。で、今晩なんですけれども、これから私は夫と共に外に食事に行く予定でいます。で、今年の、まあ、あの8月で私たちは、5年目の結婚をね、まあ、迎えました。まあ、無事にね、問題なく、まあ、仲良く過ごせています。ということでね、まあ、ちょっとお祝いも兼ねてということで今晩食事に行くんですけれども、で、今晩なんですが、今日は、このドイツ料理ではなくて、中華料理レストランのこのビュッフェに行きたいと思っています。で、皆様にね、今までに、まあ、ご紹介しているのは、まあ、主に、まあ、ドイツの、まあ、このね、典型的な、まあ、お料理、まあ、ご紹介させていただいてるんですが、このドイツでは、まあ、ドイツ料理以外に、まあ、いろんな国のお料理をいただくことができます。例えば、トルコ料理やギリシャ料理、また、まあ、今日いただくような中華料理、またもちろん日本料理とか、もういろんな国の多国籍に、まあ、いろんな料理がいただけるんですね。で、今晩なんですが、中華料理レストランのこのビュッフェということでね、まあ、どんなね、ちょっとお料理がいただけるのか、まあ、私も今回行くお店はね、初めてなのですごく楽しみにしています。まあ、それでね、まあ、その様子を皆様にご紹介させていただきたいと思いますので、どうぞ引き続きご覧ください。こちらが中華料理レストランになります。ですけれども、こういったね、ヌードルとか、あとお肉の炒めたものとか、いろいろあります。揚げ物とかね、なんか炒め物がね、多いですね。で、こちらはサラダ。なんかすごいね、辛そうな匂いもします。カモのフライ、エンテって書いてありますね。それからこれカモのフライのようですね。で、エビフライですね。で、お魚のフライとか、あと春巻き、
ちらはねご飯になります。こちらは中華のスープになります。お寿司なんかもねちょっとあるみたいなんですけどもね。とこちらデザートでしょうかね、ケーキとかフルーツがあります。チョコレートのフォンデュでしょうかね。でアイス、でエビや、お魚、サーモンとあとお肉ですね。こちらは焼いてもらえるようです。今中華料理レストランに来たんですけれども、で時間が8時過ぎなんですね。まだちょっと店内それほど混んでいないんですけれども、で今、このバフェでいただけるということで、まあ、これからの時間帯ね結構お客さん入ってくるようなんですね。でお店なんですけれども、まあ、結構広くて、で店内もね、まあ、清潔な感じで、まあ、いい、ね、レストランになります。でお食事なんですけれども、まあ、今晩私は夫とこのバッフェ のこのお料理をいただくんですけれども、まあ、結構いろいろ種類があって、まあ、とりあえずこちらのねお料理を取ってきました。まあいろいろなお肉があるんですけれども、エンと、まあ、アヒルとか、また牛肉、鶏肉なんかのね炒め物、揚げ物になります。でそれからまあこういったねちょっと日本のねこのお寿司なんかもねあったんでちょっと取ってきました。でちょっとね激辛そうな感じのねこういった中華スープもあります。で朝から私何にも食べてないのでね、これからねちょっとねしっかりいただきたいと思います。ちょっとねあまり食欲なかったんですけどもね、まあ、こういった感じのちょっとレストラン来たらいろいろいただけるのでね、しっかりねご飯いただいてね帰りたいと思います。エンとこのアヒルとか牛肉、また鶏肉なんかのね炒め物とか揚げ物になります。でまたねちょっとお寿司なんかもねありました。でちょっとね辛そうなスープになります。ではねいただきます。こちらねお水になります。いただきます。ね、アヒルエンテカモカモです。こちらのカモ、すごいねクリスピーな感じです。美味しいです。これねピリ辛のねちょっとソースになるので、ちょっとこれもねつけていただいてみたいと思います。もうカモエンテなんですけれども、そんなにね臭みがなくてね、ほんと鶏肉みたいな感じです。脂身がない感じですね。こちらお肉になります。揚げたお肉みたいな感じです。牛肉、美味しい。美味しいです。でっか、
お寿司なんでね、ちょっとね、いただきたいと思います。サーモン、卵とかタケノコとかお肉なんかね入ってます。キクラゲ、こちらはスープです。ちょっとね辛そうなんですけどね、はい、美味、うん、思ったほどこの色ほど辛くなくて、お肉がねちょっと入っています。で、タケノコとかキクラゲとか入っていてね、中華スープになります。美味しいです、うん、程よいね酸っぱさです、うん、これはおそらく肝、レバーだと思うんですね。なんか揚げてあるような感じで甘辛くなんかちょっと味付けされてるみたいな感じなんですけども、うん、うん、レバーです、うん、美味しい、うん、レッカー出てる、うん、うん、多分こちらは鶏肉かなんかだと思うんですけども、うん、うん、うん、うね、辛そうなねちょっと揚げ物になります。こちらはエビの揚げ物と、なんか甘辛くねなんかお肉を揚げたようなものなんですけども、何でしょうかね、何のお肉かちょっとわからないんですけど、こちらなんですけれども、エビの揚げたものと、あとこちらもお肉だと思うんですけどもね、ちょっと何のお肉かわかんないんですけども、揚げてなんかこう甘辛くこう絡めたものになります。こちらもねちょっといただきます。もうね一皿目はねしっかりいただいたので、ちょっとお腹いっぱいになってきたんですけどもね、これエビなんですけども。うん、これ、うん、サクサクしてて美味しいです。ん？たまに食べな、うん、プリプリ、うん、うん、お魚でした、うん、お魚、フィッシュ出てる、うん、甘酢あんかけみたいな感じで美味しいです。なんけグリル、うん、で先ほどねちょっと選んだお肉とお魚とエビを焼いていただきました。これねバターのいい匂いがします。うん、うん、これねどさめんせプロピアレ、うん、アンビシェン、ザッツション。
もうちょっとお腹いっぱいになってきたんです。ちょっとこの焼いてもらったのをねシェアしたいんですけどね。あグクツ、お肉がすごいなんか柔らかい感じで、リンダ牛肉で焼いていただきました。なんかバター風味で焼かれてる感じですね。おいしい。一気にちょっと食べてるんで結構お腹いっぱいになってきました。あんまり食べてないんですけども。Do you bist that, Sean? こちらねエビになります。今ねちょっとエビの頭いただいたんですけども、すごい香ばしくて美味しかったです。身もねしっかりねついてますしね。エビ、美味しい。尻尾とかも好きなの食べてしまう。これはデザートのアイスになります。アイス、ベルフェアイス、バニラ、夫ね、アイスクリームが好きなので食べるってビッテとお肉をね中心にね結構いろいろねたくさんいただいて、もうちょっとお腹いっぱいになってきたんですけれども、で最後にちょっとデザートに、ま、ケーキとかあとフルーツとかあとチョコレートフォンデュなんかもあるんですけれども、もうねちょっとあんまりそれほど入らないんですが、ちょっとさっぱりとねこっちのこうやってねちょっとゼリーがあるので、ね、こちらちょっといただいてみたいと思います。ゼリー久しぶりですね。ストロベリー、いちごのゼリー、なんかハウスのゼリーの元で作ったようなゼリーです。すごい懐かしいゼリー。もうねお腹いっぱいですよ。お満足しました。夫とね美味しくね今日はね晩ご飯ねこちらでねいただくことができたのでね良かったです。まあ本当にいろいろなねまあこのドイツでレストランとか、まあ、お食事ができるんですけどもね、まあ、こんな感じでこの中華料理なんかもねバラエティ豊富にねいただくことができますのでね、まあ、もしこのドイツにね来られる機会がありましたら、またこのドイツのお住まいの方なんかもね、まあ、ちょっとめた多分おさ召し上がってらっしゃると思うんですけどもね、まあ、こういったね中華料理レストランがあって、まあ、中華料理をねいただくことができます。で今日もねご視聴ありがとうございました。コンフィア5 of 50 We have a fire at Hohe site Danke Du bist der nette Mann Danke, du auch Du auch